皆さん、この度このクラスを受け持つことになりました坂上です。仲良くやりましょう。生徒会費もなかなか払えない貧しい家の子供でした。秋の遠足の時でしたが、私は野生のためにお菓子を少し買っていったことがあります。彼女はお菓子の袋を持って目にいっぱいの涙をためておりました。今も忘れておりません。しかし今は元気に工場に勤め、夜は定時制高校に通っている。野生、生きていることは楽しいとこの間来た彼女の手紙に書いてありました。非行少年でした。悪い仲間と付き合って学校にもなかなか出てきませんでした。私も何度か説教しましたが、聞くような子じゃありません。ところがある日、彼が何人かの少年に囲まれて喧嘩しているところに出会いました。私は鷹をかばいましたが、映画のようにかっこよくはいきません。たちまち少年たちに殴られたり蹴られたりして私は伸びてしまいました。先生、あんまり格好つけるんじゃねえや。タコはそう言って私に肩を貸しながら家まで送ってくれました。それからです、タコと仲良くなったのは今でも時々家に遊びに行きます。運送会社に勤めているそうです。小さな町の中学校に月日は流れゆく。今年も近づく卒業が、蛍の光に頭の良い子でしたが、早く死にました。結婚をして別れた子もいます。酒場勤めをしている子もいます。大学受験を3回も失敗した子もいます。どうも幸せな子より幸せな子の方がよく覚えているようです。考えてみると、人間っていうやつは誰だって多かれ少なかれ不幸せを背負って生きているようです。よりよい明日を願って一生懸命生きているもののようです。みんな負けるなよ、みんな負けるなよと私はそっと
です。